はい、こんにちは。じゃあ今日は必殺レベルアップが来るので、はい、2倍じゃん。はい、混ぜます。混ぜよう混ぜよう。行こう。でまず何かやるの？必殺の。ちょっといっぱいあるの？いっぱいあるんで、うん、本と本体で分けます、うん、オッケー。で今回は本、まず本かな。本からいきます。オッケー。でちょっと持ってない本いっぱいあるんで、そういうのは飛ばしますね、はいはい、こういうね。もうじゃあじゃんじゃかじゃんじゃかいきますよ。持ってないなら売ろう。持ってないの売ります。あ、売りません売ってたらもともと持ってないですから。そっか、はい、そっか。じゃあまずこのクリエルさんからいきますね。クリエルさん、はい、クリエル、クリエル、クリエルとかクリエル、クリエル、はい、クリエルさんね。もうちょっと上がってるんですけど、ま、混ぜますね。クリエルマジで必殺技が、いや、わけが分からなくて必殺技が、はい、マジックエース持ってるから近いんじゃないの？射撃パーですか、うん、いや、だったら、うん、こいつ何回かな、多分2回動かせるんですよ、これランダムに、うんうん、やって2回動かすんですけど、はいはい、ヘラクレスはランダムに動かして3回動かせるんで、はい、だったらヘラクレスでいいやってなっちゃう。なるほど、はい、マジでこいつの使い方が。でもさ、敵が心属性やったらこいつの方がいいんじゃない？地属性だからっていう場合ぐらいしかないですよね、うん、さらっと言ったけど今上がったの？いや今1上がった上がった。だからもうほんとこう使うか分かんないですけど、いやいや、まあ、念のため上げとこう。めっちゃ上がってるやん、もうこれはもともと上がったんだ。あ、そっか、はい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 、これ使う機会あるのかで、まあ、念のため上げときましょうっていうレベルです、これは。とりあえずね、まあまあ、すげえな、今一冊なかったじゃん。あんまり普通に嬉しいぐらいですね。あ、そっか。じゃあ次いきます、はい、このね、ロビン、特攻ロビンですよ、はい、特攻ロビンは3ターン地属性上げるんですけど、大きく。あ、16ターンでいいんだ。そうです。元から？元からです。サッチと同じです。あ、強いね。ただ、うん、サッチと違うのは戦長効果なんですよね、うん。こいつサッチ3倍じゃないですか、はい、こいつないんで、そういうの。あ、じゃあもうどっちかというと要因戦闘。そうそうそうってなると、ね、ロビンって地属性2倍にするやつがもともといるじゃないですか。いますね。だからどっちのロビンを使うかってことなんですよね。なるほど。だからそこがかぶってくるんで、こいつのあんまり現状使い道ないんですよ。なるほど。じゃあまた違うやつでさ2倍とか出てくればいいんじゃないの？地属性2倍とか。そうそうそう、ね、そしたら使えますよ、ね、だそれまではこいつ温存、まあ、悪い言葉で言うと倉庫版ってやつですねはい、ちょっと倉庫の掃除してもらおうかなってそういうことね。はい、上がったんじゃないか。あ、まあ 2だけ上がりましたね。あ、まあ、よかった、ね、はいはいはい、まあ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 、よかったよかった。まあ2だけ上がりました。じゃあ次いきます。次は、はい、じゃあ この、はい、グロテスク親父いきますね。グロテスク顔面がちょっとグロいのでグロテスク王者。これはガチャゲンの方ですか？これガチャゲンでございます。おお、いいね、いいね、いいね。これ4冊だけ。これもなんか回復したり、うん、防御半減したり、うん、強いの、毒直したりってなんかいろんな効果があるんですけど、わからん、よく使い方わかんないんですよこいつもね。船長効果ではいいんでしょ。船長だと10タイプ 2.5 倍です。じゃあまだいいんじゃない。まあまあ使えなくはないってことですね、うん、じゃあ次は、てか全然上がんないですねこんな上がんないの上がらないね。マジか。次は誰？次はじゃあちょっと大本命、はい、本命きた。ミニスカコアラちゃん。コアラか、はい、ミニスカコアラちゃんいきます。何枚？何枚？あ、いっぱいあるじゃん。これは多分スキルマが結構早いんで11ターンとかになるんで、そしたらめっちゃくちゃ強い。めっちゃ強いです。1ターンの間確定値1点なので、これはマジで上がってほしい。なるほど。これはもう使い方が分からないとか言ってたクリルとかレベルが違うくらい上がってほしいです。お願い、頼む。これはもうね、よしよし、これ格闘パレで使えますから。おお、いや、最初いいよ、頭いい、ほんとに。おー、かわいいね、コアラは、本当にコアラはかわいいよ。まあ、44できますかだって、11ターンで 1.75 って、うん、まあ、早いっすよ、やっぱり早いよね。おー、え、すごくない？もう終わり？おー、あー終わりました、コアラ。すごい。あ、11ターンか、11ターンかな、11ターンですね。うん、コアラは使えるんで、ちょっと、うん、いいね、うん、やったね。ちゃんとレベルも上げますよ。次いきます。次はまた大本命いきますよ。誰？もうフリパで大活躍、ハックさんね。はい、ハックドラッグさんいきます。ハックドラッグさんねそれはまた違いますね。はい、また違うお店ですね、はい、これもね使われるんですよね、うん、だって 20% 減らして。そう、なんか知らないけど、さらに船長を力属性かな、自分を力かな、だからこれも上がってほしいんですよ。え、すごい強くない？え、めっちゃ強いです、本当に強いね。20減らして自分も力にするんで、めちゃくちゃ強いじゃん。で、力属性で、まあタイプもいいと思いますし、うん、まあ、強靭パとかにもね入れられなくはないですよね。すごいすごい。いや、ハックもマジで上がってほしい。お願いします、お願いお願い。めっちゃ、みんなも順位上がってるもん。お願いお願い。めっちゃ上がるじゃん。何？頼む頼む頼む。いや、すごい上がる上がる。え、すげえ。マジやばくない？
ちょっと余った本どうすればいいですか。売ろう。売り、あのお譲りしましょうか。よかったら。大丈夫。え、あいやいや、めっちゃ上がる。え、もう終わりじゃか。よーしよしよし、よかったよかったよかった。ハックはマジで15ターン使えますよ、これはマジで。早いね、うん、次は誰かない。じゃあ次は、うん、ホーキンスいきます。ホーキンス、いいねいいね。なんかちょっとよくわかんないんですけど、今コロシアムで結構使えるらしくて、あ、じゃあホーキンスはちょっと、うん、ごめんなさい、同キャラいるんで、うん、次回やります。一緒にやれば別で後でやるね。あ、じゃあじゃあ、うん、じゃあ本だけ混ぜます。あ、本だけ、本だけ混ぜます。本だけ先行こう。はい、うん、ホーキンスなんか使い、最近使い道多いらしいんで。そうだね。うん、なんかちょっと上がってほしいですね。もう上がったじゃん。なんか必殺技で、うん、もう固定で絶対、例えば左側は速力、うん、右は技、うん、心とかなんかあるじゃないですか。今そういうのも結構需要が増えてて、流行ってる。そうそうそうです、うん、タイプパとかだと属性が合わないことが多いじゃないですか、うん、自由タイプパとかだと、はいはいはい、っていう時とか結構使えるんですよ ね、 いいね。そう、結構今需要あるんで、ほんと上げたいです。おぉマジで。え、すごい上がるじゃん。マジでここ東大ですか。こいつら学びの意識が高すぎませんか。うん、そうだね、うん、頑張れ受験生。あ、終わったか、センター。センター終わった。ちょっと遅いんだよ。ちょっと遅い。上がる。めちゃくちゃ上がるね。あとどんぐらい、何ターンだろう。まあでもまだ次も控えてるからね、まあ、まだあるってことは17とかあるかもしれない、うん、まあ、あと本体編で混ぜるんで、また別、はい。次はね、ま、これも大本命、うん、これもあげたいですね、やっぱり、うん、誰。うん、はい、きたビューティーコロシアムですね。はい、それなんだよ。ビューティーコロシアム、それなんか番組やりましたね。ビフォーアフタービューティーコロシアム、はい、全然もう昔のやつじゃないか。関係ないだろ。開けビューティーコロシアムって確かあったと思って、和田アキ子さんがね、なんか開けビューティーコロシアム言うてたと思うんですけど、全然上がんねえな、おい。どこで手から上がんねえんだよ。だってこれ強くありません。だって 75% 一旦カットからの、うん、いや、こういうダメージもあるし、うん、ダメージ 75% カット、うん、一旦の間スロットの影響を大きくする。いや、もう髪強い。それ強いね。ビューティーコロシアム強すぎるのになんで上がんないの。そんなこと言ってからだよ。あー、ビューティービューティービューティー、あー、ノットビューティー。本当に上がんないじゃん。上がんないっすね。さっきまでが調子良かったのかな。強すぎたんだよ。え、これはマジで正直上がってほしかったんだけどな。まあ、一応本体もあるんで、まだね、まあ、希望がなくはない。まだ希望はあるよね、うん、だからね。本当に上がらない。15スルーぐらいでしたね。めっちゃスルーした。うわ、これはちょっと痛すぎる。まあ、次で、まあまあまあ、まあ、次で巻き返しましょう。巻き返そう。次誰。次は、うん、次はラストですね。あ、もうラスト、ラストいきます。もうラスト来た、この人。はいはい、みんながもらえる方のロビンちゃんね。あー、強いの。これはまあ使えながらスルー、空きスルーがまず3つあって、あ、うん、で封じと戦長効果を3ターン回復するっていう感じなんで、いいん、まあ、悪くはないんですけど。いいじゃん。じゃあ行こう。まあ、ただこいつが封じ食らった場合どうすんだっていう話ですよね。こいつが封じ食らったらは使えねえじゃんってなっちゃうんで。で、船長効果だから船長にはしないんでしょ。船長にはしないですよ。まあそっか、運次第だね。まあまあ、そうそうそう、そういうステージでいったらダメと思う。そういうと、まあまあまあ、使い勝手ですね。そうね、使い勝手ですね。いきます。もうこいつちょっと上がってるんですけど、はい、まあまあまあ、上がってたら多分使えると思うんで上げたいですね。上げよう。上げます。じゃあ上げよう。いきます。はい、上げよう。どんどん上げよう。いけ、どんどん行け、行け、行け、どんどん行け、はい、てか、この服どこで売ってんすかね。売ってねえよ。この服意外と上がってんじゃねえか。服のこと褒めたらなんかちょっと上機、やっぱ女子っていうのはやっぱそういうもんだよ、ね、やっぱり。洋服から褒める。反感感想そんなこと言って。あ、ごめんなさい、すいません。知らないぞ。ごめんなさい、ごめんなさい。行きます。この服やっぱりいいですよね。かわいい。ほんとロビンちゃんだから、おい、上がる。やっぱりね、やっぱ服から褒めない。ケイさん、服から褒めないと。服からの、他に褒めるところあるでしょ。他ですか。服もだろ。服もだろ。髪もサラサラ。そうそう。そして、あと、上がんねえのかい。もうバレましたね。これ何ターン、ね、16か、うん、多分これマックス15ぐらいな気がします。うん、あ、そちょい惜しいぐらいかな、多分。他はもう終わり。もう本編は終わりですね。もうあとはもう持ってないのとか。持ってないのこれ、まあ、バラとかなんで。あー、じゃあ落葉だけあげます。落葉がいたんで。落葉か。落葉は相当使いますよ。だって、うん、初期16なんで多分こいつ11か10になるんですけど。強いよね、絶対ね。そうです、そうです。自分と船長を心にするんで、うんうん、
だから安定して火力を見込めるってことですよね。絶対強いよね。うん、まあ、あげよう。もう絶対あげよう。これはあげたいです、ね。絶対あげよう。絶対あげたいですね。絶対あげよう。はい。絶対あげよう。絶対あげたいですね。この武器どこでまず売ってますか。これはね。ほら持ってるものからやっぱ褒めるとね。ほら上がりますから。本当だ。みんな皆さん持ってるものから褒めましょう。まず武器は売ってません。武器売ってませんか。危ないんで。危ない。はい。はい。買っちゃいけませんよ。日本ですね。はい、ダメですよ。はい。もう少し。うん。あとちょっとじゃない。はい、今あのジンベエのやつで本集められるんで集めます。もう終わり？終わりです。もういないのかは。もういないです。なんで次はあれで。ちなみに本体編で。今本持ってるやつでさ、なんかゲットしたキャンとかいっぱいいんの？はい、いやーもうあとはいないですよ。戦国。あ、ガチャン。フェスゲンですか？フェスゲンとかですよ。フェスゲンばっかりですね。この辺りの本やっぱ捨てられないんで。そうね、はい、そうね。他はもうない。もうもう。あ、特攻ソップもあと。特攻ソップはもう開けちゃったんで。あ、もう終わったの？終わりました、終わりました。ありがとうございます。なんでまあ次は本体編でお会いしましょう。はい、はい、じゃあそんな感じかな。はい、そうですね。はい、皆さん持ってるものから褒めましょう。開けビューティー殺しちゃって関係ねえだろさよなら